ですね、今日は、今後ですね、日本キック界で活躍するであろう中島三兄弟に来てもらいました。こんにちは。突然の撮影ということでですね、まず紹介していきたいと思います。まず長男の真ん中山田です。今現在、プロで活躍していまして、12月にドラゴンスタジアムでデビューして、1ラウンド KO 勝ちで、1月のジャパンキックが流れて、その例から、2試合ほど流れてですね、で、来たる、5月の29、コロナ禍で2戦目で、6月にですね、まだ発表ないんでいませんが、もう試合が控えています。で、すみません、こちらは次男高野、中島高野です。でまだ発表ないんですが、6月に、デビュー戦を控えています。そして三男、大河、今は、中学の、中学2年生で、今ブリッジで活躍中でございます。まず、総実績からいきましょうかね。まず長男の大和から、はい、試合に向けてのことだとか、それから、自分のアピールすることだとか、現在、高校2年生、はい、高校で勉強しながらですね、はい、練習に励んでおりますが、今後の、自分の目標等を聞かせてもらえると。まず、目標はまあプロを入れたんですけど、はい、まあ、その前に選手戦入って、はい、そのベルトに近づけるように頑張ります。はい、そして、次男の高野、6月にデビュー戦控えておりますが、現在高校1年生です。はい、今後の目標とか、あとちょっとアピールする、まあ、デビュー戦が決まっているので、まあ、絶対そこは勝って、はい、チャンピオンになりたいです。はい。そして、3番のタイガーです。はい、まあ、前回は引き分けなくてから、はい、次は KO で勝ちます。今現在中学2年生です。はい、このお兄さん2人を追ってですね、やっぱり目標はブリッジでチャンピオンになって、そしてその後は、その後はノックアウトに、おお、ノックアウト、おお、かっこいい。ノックアウトで、はい、まあ、3人ともですね、タイのリングでも活躍してですね、おりまして、去年のコロナから、タイにも行けなくなっちゃって、毎年試合をしてたんですが、タイでは、ヤマトがブランドキョウジャネで、それから、ミーブン、ルンピニーの、にも上がっている選手は3ラウンド KO 負け、3ラウンド KO 負けで、2戦1勝1敗。はい、高野が、判定まで1戦1敗で、タイガが1ラウンド
KO 勝ち、一戦一勝をという、3人とも対での、試合も経験しております、はい、それぞれ目標はありますが、今後の活躍にぜひ期待していただきたいと。で、ということ で今日何が言いたいかというと、あのブリッジの今年から1月から毎月、あ、じゃあ1月からね、1月からブリッジ EX このリングで、ライブ配信をやってですね、新しい形でブリッジがまた再スタートに来ました。で、1年間不安があってブリッジのチャンピオンも体重が増えて、クイの階級がたくさんあります。で、これからまずこのジュニアの30キロから55キロまでのベルトを決めて、その後、大人のベルトも作ってですね、で、毎月のライブ配信でちょっとブリッジのストーリーをどんどん配信していきたいなと。そこからまた東京に出てきてプロのリングに上がる人たちをも応援していきたいなと。そうするとファンも増えてくるんで、という計画を立てているわけですが、高森と大和はブリッジのタイトルも持ってました。タイガーはこれから目立っていく立場ですが、現在ちょっと読み上げて、30キロのチャンピオン、初代長島隆、第2代、小沢風雅武神、第3代が武田風紀スパルタンジム、第4代が曽我孝志曽我ビルド、第5代西本大志京都のうちに、第6代が松坂優也ドラゴンジムで、第7代、まあ、現在が高橋龍馬曽我ビルドもと、今第7代まで、第、30キロ級のこの第7代現在ベルト持っている高橋選手は結構強かった。そうです。マイリーがドラゴンスタジアムで去年取って、今クイと、あ、クイじゃない、やっちゃった、今、高橋選手を持ってて、多分どう30キロくらいかな、もう増えてるのかな、体重。そうです。うん。違った。まだ。ってことは、この高橋選手と今30キロを狙える選手となると、あれ、新見とかの辺はもう大きかった。で、まあ、佐藤凛だね。佐藤凛ですね。が狙ってくるだろうなと。タイトルマッチ組む可能性も、佐藤凛は、6月過ぎまで出れないってことだから、ちょっと、まあ、行方はちょっと、どうなるかなっていう感じ。で、35キロが、初代、小坂渡る。第2代、曽我孝志で、第3代が森田愛斗。森田愛斗も、森田愛斗年齢的にどうなのかな、年齢的に、はい、あの体重的に、うん、西田、あ、そう、西田島、35キロも今ちょっとゲットオーバーとして狙えそうな階級、35キロなんかいるんじゃない、コウガだね、あ、そうだ、コウガだ、コウガ1ラウンド KO 勝ちの間してるから、もし空位となるのであれば挑戦権はあります。うん、面白いかな。そのままだとケースタイル
プロ誰とやったんですか、それって 6V1 のプロ西田陣勝ってるどちらがやったんですか、それってそのままどうなんだよね、ちょっと試合を見てみせないで、あーでも、あーこの辺になってくるとあれだ、新見龍が後期あたりが狙ってくるんだろうね、うん、その辺が、あ、新見龍が、うん、あ、でもこの間はあれだ、このフォレストの片山海が強かったんだ、これが狙ってくるね、新見後期負けてる、うん、このフォレストの選手が強いかな、40キロです。初代広松力、2代小川翔、第3代中島貴教、4代加藤和虎と、今完全に40キロは空位です。空位で狙ってくる40キロとなってくると、前夜がなんだけど、あーでも、あれだな。ここ2回で今40キロ、ああ前夜か、あちょうど前夜は今あれだね、そこまで今ジュニアで40キロでバットする選手があんまりない、もう43とかになっちゃうんでね、このネギ哲也戦い結構強かったけど、40キロは今めちゃめちゃ光ってる選手が今のところいないかなって、そして45キロ、懐かしい阿部いろは、それから第2代長谷川浩、第3代これ王の名前ちょっとチームビースト、大野選手、押し入れみたいな、で第4代中島貴教、第5代加藤和田、これも空位です。45キロになってくると誰が狙ってくるか、あのね、43田中英雄、哲也、これ良かったね、これで、どこで狙ってくるのか、堀真奈と小沢風花、堀真奈とあたりが50キロに狙ってくるのか、45に狙ってくるのかっていう話になってくると思います。これどうでしょう、思い入れのある45キロ。そうですね、45は誰が来るか楽しみです、うん、山本どうですか、45は、まあ、あんまり、しないので、阿部岩は、毎日食べれたんで、結構価値はあるんだよな、うん、あるね、これは、うん、さあ、タイガー、この辺でタイガーの照準が絞られてくる階級になってきますが、どうでしょうか、わかんないです正直言ってまあ、わかんないね、そして、まあ、激戦区になってくるであろう、これも結構ね、まあ、軽い階級はね、やっぱりまだ将来わかんないだろうなっていう、別に何本もかかこうが30キロ、35キロ、40あたりはまだわかんない、大体みんなそこから消えていく選手が多いです、正直ね、だからもう50キロになってくるとだんだんこうプロで活躍してくるであろうっていう姿が見えてくる、45あたりから、そしてこの50キロここら辺は今でも活躍している選手が多いですが、初代松岡優太ドラゴンジムは、あの今ジムも変わりましたけど頑張っているようです。第2代、桜井宇宙、これは結構有名でね、ライジンにも出たりとか、今総合格闘って言ってますか、第3代、中島大和、第4代、ババレンオ、ババレンオは今ちょっと練習してないようです。
第5代長谷川光、長谷川光はですね、実は、ポイントですね、あの大和が連戦するので、もし大和が怪我したら、長谷川光が出場することになっております、はい、で、第6代これで倉大地、これはもう重くだし強いね、はい、名のある選手、これ50キロはね、ブリッジでも結構名のある選手がずらりと、並べております。で、実は第6代が、長嶋貴則になるはずでしたが、負けました、米倉大地。だけど、まあ米倉大地だったら、まあね、強いからね。これ沖縄でも相当強いんだよね、これ。そうですね、すごいらしいです、うん、うん、ね。さあ、この、歴史ある富士急ベルトを狙っていくであろう長嶋大河、どうでしょうか。はい、このですね、正直言って今考えているのがですね、50キロ、これトーナメントにしようと思っているんですが、今伊豆大河で戦っている、BFA シード堀真奈と、そして大河が、この引き分けた秀島の鈴木愛斗で中島大河、そして、あと一人どうしようかなと。俺さっき誰か言ったっけ、あと一人キングメンです。あ、まあ多分落ちないね、体重が、あの、岡田直樹、あ、違うわ、違う、間違えた、秋田春、そうだそうだ、秋田春。だから、BFAC の堀真奈と、もうこれタイでの経験もあります。それから、秀島の鈴木愛斗、それから中島大河、そして、大河も戦っている秋田春、この4人のリーグ戦を、ロングトーナメントをやると面白いなと。で、まあ、ここをどういうようにしようか、今、迷っていますね。この4人で、9時でもやるかなんかして。で、この順番を決める、うん。この4人は、レベルは高いです。はい、だからもう試合の前にくじをやって、場所を決めてっていうのが欲しいかなと、はい、そうそう思っております。この50キロのトーナメントはなかなかの、レベル高い、トーナメントになると思います。この50キロの歴史にはふさわしいですね、はい、トーナメントになるんじゃないかと思います。そしてある程度、50キロ活躍して、で、あのもう一本卒業前に取っとこうかっていう感じで、ベルトを、55キロまで行くので、最後まで50惜しいけどベルト一本も取れなくてやっと取ったなんていうこともありえるかなと思ったんだけど。この55キロは今のところ、今、深いで、長く保持している選手が多いですね。長く保持した選手。これは松岡優太と長嶋大和ですね。大和は一回防衛しています。優太は、松岡優太は、長く持ってましたが、仙台だったので、防衛戦ができず、まあ、長く保持していました。大和は一回防衛して、で、コロナになる。で、今、ずっと空になってます。この55キロのベルトを取りに来るとアピールした選手がいます。北島仁です。北島仁と、まあ、誰でやらせるかっていう話になるんですが、今考えているのは、カラメルとが一戦したキングメイの、
岡田直樹どうですか、体の引き分けで、で北島仁とも戦っててですね、北島仁は、タオルが変わって、で、あ、リモート、タオルに挑戦状を取ってきた。で、タオルに変わって、岡田直樹は次5人が戦って、で、ドローでした。この2人をちょっと当てようかと思ってるんですが、ズバリ予想はどうでしょう。まあ、やっぱ岡田直樹が勝つと思いますね。まあ、そうだね。はい、まあ結果的にはそうですが、まあ、ジンももう3倍練習するとか言ってました。まあ、高則が2人とも拳を交えましたが、予想は終わりない、はい、前チャンピオンとして山本のこのカード、まあ、まあ分かんないけどね、キングメイドが出てくるか分かんないけど、このカードがふさわしいかなと思ったんですが、どうでしょう。そうですね、まあ、プロのリングとかでも、まあ、活躍してるんで、まあ、そこは、岡田直樹選手のうまさが目立つと思います。強いもんね、岡田直樹ね、結構、あの、どっしりしてて、重量感もある構えからの、攻撃も重い。スクイズも上手いしね。ジンは今、アイトとこの間も試合したけど、レベルは上がってると思うけど、強くなってるかな。アイト何回やったんだっけ。5回じゃないですか。申し訳ないね、うん、ここでさ、タイガも、体重が上がれば対戦することもあるであろう選手ですが、どうでしょうか。岡田直樹なんかやることあるかもしれない。いずれは。はい、うん。北島仁もやることがあるかもしれません。やる、まあ、別に、軽い感じの答えでいいから、まあ、どっちで、行ってみたい。どっちやっていいんだろう。うん、どっちか別にね、やってみたい。でもあれだろうね、アイトが5回負けてるんだったら、ジンとまずやってみたい。まあ、やってみたいですね。うん。岡田直樹は何歳だっけ。もう中3。まだ中3か。多分そうです。ジンは。もう同じだと思う。ああ、だから。どっちにしろあるか、タイガーも、まあ、1年上だから、対戦するかどうかはちょっと分かんないかな。うん、まあ、うん。まあ、あれだね。無理に、体重が合わないから、年上と組むことないんで、まあ、でもやってみるみたいな感じですね。はい、まあ、今、クイとなっている、今、ベルト、6月から、6月の、13日だっけ ?13 日に、前回とできるかどうかわかりませんが、チャンピオンを決めていきたいと思います。で、その、選手の、タイトル、挑戦権っていうのは、まあ、ブリッジにたくさん出てくるという選手と、あと、まあ、EX が始まって、区画もあるんで、この EX が始まって1月と4月と5月の、対戦、結果なんかも見ながら、決めていきたいと思います。はい、今ね、いろいろ東京とかでも開催されているので、そっちを優先したい、こっちを優先したいとかってあるんで、まあ、毎月やる試合なんで、まあ、6月に出れなくても、また出てくれれば、挑戦権を得ることもできます。はい、なので、
ぜひですね、またブリッジの参戦していただきたいと思います。はい、はい、ちょっと、だらだらと喋ってきましたが、ブリッジの今後の、も、発展させて、いろんな企画もあるので、ぜひ参戦してください。はい、というわけで、最後に、まあ、今後の目標は聞いたから、はい、目標聞いたから、どうしようかな、なんか、目標だけじゃ面白くないから、なんか、何がいいかな、何がいいかな。締めとしてこれね、本当はね、この間特別ゲストに出てもらったわけです。おやじキックの今度タイトルに挑戦する、あの MKB こと肉欲望太郎ね、今 NKB で、はい、今ヤマトの、今マチメーカーとして、お世話になっている竹村さんは NKB のマチメーカーです。その NKB をそのまま、パクってですね、肉欲望太郎 NKB で名乗っております。今度まあ言っちゃいかな NKB を使った衣装で出ると思いますが、で、これなんで今にデビュー出したんですか。今度6月20日、6月20日の、ヤマト名人戦、その翌週ですね、肉欲望太郎のタイトルマッチがあります。はい、この間、肉欲望太郎の試合見ましたよね。はい、タゲルのあの試合のリリースです。はい、そんな、肉欲望太郎、これ、暇さえあれば見てます。激励の言葉をカメラに向かってお願いします。多分ヤマト、それから高森の試合の後です。6月の27日です。ヤマトから肉欲望太郎一言、はい、まず、まあ、高森にも勝ってもらって僕も勝って、まあ、繋げるんで絶対ベルト取りましょう。頑張りましょう。ちなみにですね、肉欲望太郎は、前回タイトルに失敗しております。なんで2度目の挑戦になります。はい、からそんなことも含めて、はい、同じ相手に2回負けるのはやっぱダメ。今回はちゃんと勝って繋げるんでベルト取ってください。はい、そうです。なんかね、どうもやっぱり練習量は増えているんですが、昨日ね、なんかなんだっけな、焼きそばのカップ焼きそばの辛いやつあるじゃん。ペヤングの辛いやつで、ペヤングの辛いやつを食べて、で、なんか胃になんか調子悪くて、今日はマスクができませんって朝言ってました。エアムのせいで、はい、そんな肉欲望太郎ですが、タイガー最後に激励の言葉をお願いします。パンチとかパワーが強いんで、はい、パワーで勝ってベルトを取ってください。はい、今パワーと言いましたが、1月のブリッジでここでダウンを食らってます。またアウト、58歳の人に初ダウンを食らって、で、本人はダウンじゃないって言ってました。あれはスリップだって言ってました。はい、まあ、そんなことも含めてですね、長島三兄弟で、盛り上げてもらってですね、で、
親父ビッグの、選手たちも、頑張っているんで、ネットオーバーをこれから盛り上げてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。